えー、セクシーゾーンタイムレスに改名はい、こんばんはセクシーゾーンが世界一大好き398チャンネルですはい今日はですね旧ジャニーズ事務所の人気男性アイドルグループセクシーゾーンことセクゾが グループ名をタイムレスずに解明したということで話題になってますね <laughs> はいで今日はねあのこのニュースがそのまあそのファンの間で話題になっていたんで今日はこの情報をまあその旧石ゾ太田の皆さんに共有しようと思いますはいでは今からニュースを読ませていただきます「えセクシーゾーンが解明タイムレス図語尾に頭文字頭文字か誰も置いていかない答え菊池風磨」 えー、セクシーゾーンが1日、新グループ名を発表し、タイムレス,、まあ、ムレスに改名した。事務所史上初となる新メンバーを決めるオーディションの開催も、えー、発表した。えー、菊池風磨、佐藤勝利、松島聡が公式 YouTube チャンネルなどの生配信で思いを伝えた。松島がその場でタイムレスズと、えー、したため、色紙を菊池が持ち、3人でせーのの We are Timeless ズと挨拶した。 はい、菊池はマリウス陽が卒業のタイミングで5人で作った「タイムレス」という曲がありまして「新グループ名みんなで考えたものがいいの?」と思ってみんなの思いを載、えー、せたいよねということで明かしセクシーゾーンの歴史だったりとか夢だったりとか思いを継承していきたいと思いまして本来 SS のところを頭文字を取って S 図としています、まあ、ということですね。はい まあこのまあグループ名がねまあ新グループタイムレスになったってことなんですけどでこれがまあその発表の瞬間ってことなんですけどはいまあ菊池風磨がねこの新グループ名をはいなんか紙に書いて発表したってことなんですけどはいまあこのね新グループ名について思ったのはこのグループ名、ゴミだなと思いましたね。というのもこのグループ名あまりにもダサすぎるんですよ、は。い タイムレスってなんやねんって感じですよね。はい。タイムレスやから、要するに時間がないって意味なのかわかんないんですけど、まあこんなね、正直ダサいネーミングやったら、まあ正直前のそのセクシーゾーンの方が全然マシやなと思いましたね。はい。まあというかさ、まあこのセクシーゾーン自体がさ、まあその昨日ね、まあ、中島健人がまあ卒業したってこともあって、まあほんまにもうグループとしてオワコンやと思うんですけど、 なんか今更さ、その新メンバーなんか募集しますとかって言ってるんですけど、ほら、新メンバーのオーディションとかって言ってるんですけど、今更さ、こんなオワコングループに入りたい人なんかいるのって自分は思いましたね。はい。まあということで、まあこのねセクシーゾーンの新グループ名、まあ、タイムレスはダサいし、まあ、この新グループはまあ成功しないなと自分は思いましたね。はい。まあということで、まあ、タイムレスはゴミだなと思いましたね。はい。<laughs>